合唱のためのコンポジションは日本の作曲家マミヤ・ヨシフが1958年から作曲し続けている合唱曲のシリーズ2018年現在第17番まで存在するコンポジションとは作品または構成という意味を持つ当初は日本の伝統音楽特に民謡やわらべ歌が作品構成にあたっての中心であったがやがてマミヤは 日本国外の音楽に重きを置くようになった。長年にわたる世界各地の伝承音楽の研究は、スカンジナビア半島の養育と呼ばれる民謡や、アメリカインディアンや古代アルメニアの交渉しジャズ、そして仏教音楽をコンポジションシリーズに取り込むきっかけとなった。番号の数え方としては、主として合唱のためのコンポジションと、 合唱のためのコンポジション第番のに通りがある。第4番の頃まではナンバリングが行われていなかったようであるが、1965年、音楽の友者が合唱名曲コレクションの一部として第1番、第3番をそれぞれ出版した際に、全社が採用された。第2番は、初演時、混声合唱と打楽器のためのコンポジションというタイトルであり、番号は入っていなかったのだが、 音楽芸術の付録に掲載された際に合唱のためのコンポジションナンバーにと名付けられている。一方、第番という呼び方は少なくとも第6番の初演演奏会まで遡ることができる。全音楽不出版社や河合出版もこの形式を取ったため故障の不統一が生じることとなった。ただし、作曲家自身は 音楽の友者からの出版作品も含めて校舎で故障し続けている。この校では校舎に統一する。マーミアは合唱のためのコンポジションを歌うためのエチュードを目的としてエチュード4コーラスという曲集を作っている。本校ではこれについても述べる。曲の概説と背景、その影響初演じは混声合唱のためのコンポジションとして発表。年作曲。 4学章からなる無伴奏混声合唱曲だが、第1学章のみがテノールとバリトンのソロを伴う無伴奏男性合唱曲である。日本民謡から抽出された林言葉が作品の材料となっている。日本民謡に興味を持っていたマミヤがこの分野の研究に本格的に取り組むようになったのは、民謡による新作を求めていた声楽家。 内田瑠璃子との出会いによって出会った。NHK 音楽資料室に毎週通い、民謡のレコードを聴きながら、曲を選び出す作業を行っていた。1955年から断続的に編曲され、後に日本民謡集第1集第5集としてまとまることになる。選曲と編曲を行いながら、マミは独自に民謡についての研究を始めた。その研究とは、 日本民謡の詩の形や旋律構造、形式、及び民謡に登場する林言葉を調べ、分析、分類していく作業であった。1957年には音楽芸術上で日本民謡におけるリズムという論文を発表している。この民謡研究は中途で挫折してしまうのだが、林言葉の面白さに惹かれた彼は、 東京混成合唱団の移植を機に民謡の編曲ではなく、林言葉を素材とする合唱曲を作るという、当時としては画期的であったアイデアにたどり着く。彼にとっての初めての合唱作品はこうして生まれた。初演は面白すぎるという非難を受けるほどの成功を収め、東根は以後この曲を持ち歌として数多くの再演を重ねていくことになる。 アマチュア合唱団もコンクールや定期演奏会で進んで取り上げ、東コン移植作品としては最も人気が高い作品となった。この作品の作曲家への影響は限定的なものであったが、この作品の数年後に生まれた富山雄三のデッキオチは数少ない影響例と言えるだろう。内容初演は岩木博之が指揮。 この作品によりマミヤは第13回文化庁芸術祭奨励賞、毎日音楽賞を受賞した。2番と合わせて音楽の友者より出版されている。1962年に、混声合唱、フルート、打楽器のために書かれた一楽章の作品。打楽器奏者は4人必要。初演時のタイトルは、混声合唱と打楽器のためのコンポジション。田中信明式により、 東京混が合唱団が初演した。一番と合わせて音楽の友者より出版されている。第一番の第一楽章と同じく、テノール合唱による、気ありのスタイルから始まるが、前作と異なりユニゾンではなく発声に分かれて、ヘテロフォニーを形成する。この部分では、表紙記号がなく、歌詞がアルファベットで記載され、音韻的な要素の強いものとなっている。 マミヤはこの作品を書くにあたって、類似能を参考にしたという。打楽器が入ると、表紙記号が書かれ、フルート、合唱の残りのパートも登場する。歌詞の多くはやはり林言葉で形成されているが、第一番に比べて、民謡以外の日本の様々な民族芸能が多く、取り入れられているのが特徴であり、ここでは、歌詞は二通りの書き方、すなわち、 アルファベットとカタカナで記載されている。日本各地に伝わる念仏踊りに触発されている。前作よりも難易度は高く、また5人の奏者を必要とするため、実演回数は多くない。1963年、無伴奏男性合唱のために書かれたもので、初演は、翌年初めに、木下保知式、慶応義塾、ワグネルソサイエティ男性合唱団によって行われた。 初演時のタイトルは男性合唱のためのコンポジション。初演と同じ年に音楽芸術第22巻第15付録として初出版。後に同社の合唱名曲コレクションに収録された際に合唱のためのコンポジション3とされている。とも、ケツツズミ引き念仏の3つの楽章からなる。演奏頻度は第1番と並ぶほどの高さであり、 日本の男性合唱団が海外公演を行う際に、また海外の団体が日本で演奏する際に選ばれることが多い。また、コンポジションシリーズの中でも録音に恵まれており、コンポジションズ4コーラス1958-68、日本合唱曲マミ間宮シ夫作品集、合唱名曲コレクション23、合唱名曲コレクション44、日本の作曲、 21世紀への歩み20がある。作曲にあたって、マミアは自身の中学2年生の時のエピソードを参照した。当時、青森県の中学校でブラスバンドに所属していた彼は、異門演奏のために同県の深浦町を訪れ、その際、深浦の漁師たちによる大暴毛の様子を見学する機会を得た。そこで聞いた先導の温度と、 それに応える漁師たちの歌に対する作者の感動が、この作品のきっかけとなったのである。音楽の友者より出版されている。NHK からの移植によって1963年、児童合唱と二冠編成のオーケストラのために作曲。同年、森正式、西六号少年少女合唱団、フィルハーモニアオーケストラによって放送初演された。題名は、 ドビュッシーのピアノ曲集からの借用であり、日本コロンビアから発売されたレコード現代日本の音楽2にチルドレンズコーナーと表記されていた。だが、全音楽府出版社からの楽譜では、チルドレンズフィールドとなっている。同社からは合唱譜のみが一般発売されており、パートフとオーケストラスコアはレンタル。東京都内の小学生が、 その当時歌っていたわらべ歌が曲の素材である。全3作に比べると歌詞が現代的なのはもちろんのこと、林言葉がなくなり、代わりに歌詞の意味性が前面に押し出されているのが特徴である。愉快な歌、懐かしい歌その1、絵描き歌、懐かしい歌その2、フィナーレの前後楽章。元となったわらべ歌は小泉文夫編。 わらべ歌の研究に収録されている。作品の素材として用いられた歌は50以上に上る。子供の合唱とオーケストラのためのコンチェルトグロッソという着想をもとに作られている。オーケストラはわらべ歌のエネルギーを一層生き生きさせるものとして駆使されていて、単なる伴奏にとどまらず多くの部分で主役になっている。そのためたびたび依頼されたというピアノ伴奏版の 作成は作曲家の意向により行われていない NHK の移植作品。1966年に同人グループ映像社によって制作された短編映画《超重ギガ》の音楽をもとに演奏会用に作成されたものである。同年の10月6日に作曲家の指揮で東京放送合唱団によって放送所演された。マーミヤはこの映画音楽及び 合唱曲において声と音の身振りによっておかしさ、笑いを表すという新たな実験を行ったと辞書、現代音楽の冒険に書いている。その結果は後半の学章に特に伺える。彼は絵巻から自分自身の視覚的イメージを得たようであるが作曲中にそのイメージがだんだん絵巻そのものから離れていったとも明かしている。混声合唱に 二人の打楽器奏者とコントラバスを必要とする。コントラバスはピチカートやコルレーニョの多様によって、旋律楽器としてよりもむしろ打楽器に近い扱われ方をしている。一方、歌詞の大部分は林言葉であり、第三番までの路線を踏襲している。全音楽不出版社により出版されている。第一楽章は男性中心に書かれていて、女性は 最後の2小節にしか登場しない。第1番、第2番と同じくテノールから始まる。歌われる素材は生命と、林言葉からなり、仏教音楽と俗用を混交させた野生的な世界が展開される。第2楽章は、テノールソロから始まり、しばらくは彼を中心にして曲が進行する。この楽章から基本的に林言葉のみになる。 ジャズを思わせるようなコントラバスの動きが特徴。愛媛県大洲市の田の草取り歌がモチーフとなっている。第三音楽章は女性合唱から始まり、およそ50小節の間を彼女らの鳥のような歌声が独占する。やがて、テノールソロが、ついで、二人のバスソロ、そして、テノール合唱が彼女らに割って入り込む。男たちの中の一人はからかい、また一人は喜び勇み。 もう一人は誰かに足を踏まれたらしい。テノールたちは集団で走っているらしく、息が荒い。やがて様々な種類の笑いと悲鳴が巻き起こる。第四楽章は冒頭からいきなり合唱団員全員が笑う。それも腹の底から、爆笑場面はこの後も随時出てくる。その間に苦笑歌が現れ、さながら第一番の修学章のような華やかさを見せる。 コーナでは、全三楽章の素材が再現され、最後は、威勢よく閉じる。なお、この楽章には、新潟県刈羽郡に伝わる綾小舞の、小言木踊りと、ウガンダに伝わるヒストリックソングが素材として、用いられている。1968年作曲。三楽章の無伴奏男性合唱曲であり、同年の東京六大学、合唱連盟定期演奏会において、 田中信明と法政大学アリオンコールによって初演された。番号と副題は初演時から存在し、そのパンフレットにおいて作曲者は男性合唱のためのコンポジション第2番とも呼んでいた。全音楽不出版社により出版されている。第3番に次いでよく演奏される。また、第2楽章はスウェーデンの男性合唱団オルフェイドレンガーによって録音されている。 日本の民族音楽によるポリフォニーの様式を試行したという。この作品が作られたすぐ後に、第1番から第6番までがまとめて、日本ビクターからレコードとして発売され、このレコードは第23回文化庁芸術祭賞を受賞した。第8番の翌年、日本放送芸術祭参加作品として作曲。初演は田中信明式、ひばり児童合唱団により行われ、 第27回文化庁芸術祭ラジオ部門大賞を受賞した全音楽府出版社により出版されている三学賞からなる無伴奏児童合唱曲である環境問題をテーマとした作品で第4番よりも一層歌詞の意味内容がはっきりとしているまたそれまでのコンポジションシリーズでは歌詞が様々な素材から構成されていたがこの作品の 第三音楽章では例外的に一つのみ、それも作曲者が自ら作った詩が用いられている。この作品から作曲者によるメッセージが表に現れるようになる。彼は第7番以降の路線について、内なる自然を失って暴走する人間、肥大化した文明への批判や自然と人間との調和の回復の願いという主題が存在するとしている。 1971年、日本プロ合唱団連合の移植により作曲。三人の指揮者と三軍の混声合唱を必要とする。初演では、田中信明、宮本明義、森忠が指揮を担当した。未出版。青ヶ島に伝わる、金山の祭門をモチーフに作曲された。架空の神社に奉納される、架空の伝統芸能といったシアターピースを施行されている。 2008年、二人の指揮者と二軍の混成合唱のために改定。この版は、同年12月に作曲者と田中信明の指揮で東京混成合唱団が初演した。また指揮者は一人でも演奏可能としている。1974年に日本プロ合唱団連合の移植により作曲され、田中信明指揮で初演された。混成合唱、オルガン、二つのハープ、 二つのコントラバス、打楽器。テキストは、黒田義夫の同盟の詩と、農民一揆についての古文書である。初演されたきり37年の間再演の機会に恵まれなかったが、2011年の東京カンターートにおいて再演された。未出版ではあるが、作曲者本人の著書、現代音楽の冒険において、楽譜の一部が見られる。作曲者本人は、 コンポジションよりむしろオラトリオか、または不特定多数のための受難曲と語っている。また、規模の大きさは、第9ということが意識されている。1981年、NHK 大阪放送局からの移植により、混声合唱とピアノのために作曲。NHK ラジオにて、山田和夫式、合唱団京都エコー、野島実るピアノにより放送初演され、 第36回文化庁芸術祭ラジオ、部門対象作品となった。全4学賞、河合出版より出版されている。第1学賞は、願い。第2学賞は、恐れ。第3学賞は、喜び。そして第4学賞は、闘水を表す。第1、3学賞は、伊豆の青ヶ島に伝わる祭文に触発され、書かれた、作曲者自身による詩が付けられている。 また前編にわたり、ラップランドの民謡養育の影響を受けており、言葉で表現することが必然ではなく、メロディの形によってもまた表現ができることが示されている。養育は、今作以外にも11番、12番、15番に現れる。東京根性合唱団の1984年、異色作品。根性合唱に引き金とせず、および、ラックビワが組み込まれる。 初演式は、岩木博之、陶儀広明が楽祝和を担当した。河合出版より出版されている。農村における小殺しが、テーマで、あえや、名前もつかずつゆの命、万字は、夏美の全四楽章。テキストは作曲家による。まびきされることなく、この世を生きている者からの呼びかけと、まびかれた子供からの呼び声を対象させる構成となっている。 作曲者は、楽譜前学期において、校舎を持たなかった人生の代わりに、永遠の透明な命を生き続けていると考えている。第一学章アエヤーは、PPP p の引き金から始まる。s a t p それぞれ最大3パートに分かれ、さらに、アルトソロ、テノールソロ、バスソロが加わる。彼らは死んだ子供を呼び寄せようとしている。途中、 男性による無性の摩擦音や破擦音が参加する。なお、この楽章を書くにあたって、恐れ山のいた子の口寄せを参照したという。1986年作曲。児童合唱と弦楽合奏。過去現在未来を通した命がテーマである。海の章、魚の章、鯨の章、人の章、光の章の前後楽章からなる。 初演は1986年に、古橋藤尾式、東京放送児童合唱団と東京メトロポリタン、室内アンサンブルにより行われた。河合出版より出版されている。混性合唱と打楽器のために1993年に書かれた。アメリカインディアン、那覇母族の創生神話に基づいてマーミヤが作詞した。同年、日本栄一式、東京混性合唱団と、 加藤邦子によって初演された全員一学賞。前年に国立劇場から移植された白い風、ニルチ一街が通る道の流れを組んでいる男性合唱と打楽器。ヘルシンキ大学合唱団の日本ツアーのために1994年に作曲された初演指揮者はマッティ・ヒヨッキ。初演団体の特性を踏まえた移植時のリクエストから 同じ男性合唱の第3番や第6番よりも多生部かつ広い鬼域を用いて書かれている。仏教に題材を求め、外来語が日本語の音になってゆく歴史を描いた作品。新言、感情、コスツーの三角章からなる。詩の大部分は新言集と与山派生命のいくつかの教文から取られていて、サンスクリット語、古代中国語、日本語が用いられている。 学府は、あるにより出版されていたが、不注意なミスプリントが多いとの理由で、2018年版として語職が訂正された版が、全音楽府出版社から刊行されている。ある版出版不完末に付された、ペッカ・レーテ・ショロによる解説に、これらの言語、上の三つの言語のことは、仏教が生まれた地であるインドから中国を経由して日本へと広まっていったことを表しているとある。 第一楽章、信言は、バリトンを中心にして書かれており、クリッサンドや前、内打が随所に用いられている。曲の後半では、バリトンソロが即興的に、ビルシャナフツと唱える。出典は、サンスクリット語の経典、四地本語。第二楽章、感情は、ほとんどが、ホルテ以上で演奏される激しい曲である。全般的にホモホニックであるが、 バリトンソロが登場すると、各パートが次々に叫び出す。出典は、漢語の経典、5回。中間のアンダンテ部分は、岩手県毛辻の延年、闘病誌の変形された引用。第三楽章、合札は、瞑想を表したものであり、全楽章とは、対照的に、静かでおこそかな雰囲気を持つ。テノールによる、高音域のグリッサンドが、特徴的である。 日本語化したサンスクリット語の三つの単語が歌詞を構成している。自動合唱、打楽器、ピアノ。2002年に東京放送児童合唱団の移植により作曲された。初演時はもみ山まき子が指揮、岩波香よ子がピアノを担当した。本来は自動合唱のためのものであるが、後日の17番初演時にはおじさん、 おばさんが歌ってもいいことにしたと作曲者自らの公認を得て編成後の合唱の編成でも歌われた。全音楽不出版社により出版されている。1曲目、空がはアメリカインディアンのチッペワ族。2曲目、火の神の誕生は古代アルメニア。3曲目、黄色い蝶たちはアメリカインディアンのホピ族の交渉士が元になっている。3曲目のみ。 ピアノ伴奏が加わる。1、3曲目の役史は、金関俊夫、2曲目の役史は作曲者本人。2004年に、東京根性合唱団の移植により作曲された、無伴奏根性合唱曲。うばら舞、草の葉には、の全2曲構成。田中信明式により初演。全音楽不出版社により出版されている。第1楽章、うばら舞は、 青ヶ島に伝わるミコカグラ、サイモンの伝承をもとに自由に作り出されたもの。遠い次元からの恋と中期された、アルトソロ、ピカピカに、神田角などと記された、ソプラのソロなどに見られるように、終始、呪術的な世界が展開される。第二楽章のテキストは、詩人、木島はじめの同盟の四行詩と、いくつかの林言葉からなり、 第一楽章のはしゃぎを沈めるのを目的としている。おおむね、先的な処方で書かれており、曲の最後では16セーブによるポリフォニーが行われる。2007年8月12日初演の無伴奏混成合唱組曲。作る、会員職、初演式、田中信明。菅山澄が書き残した、民謡詩歌集、ひなのひと節と旅日記の文章をもとにした、7個。 ウソウリ、オシカという東北の地名がタイトルの全三楽章を構成。青森の田植え歌、宮城の麦つき歌を素材としている。二楽章に木、主を必要とする。全音楽不出版社により出版されている。1982年、ブルガリアを訪れたマミアは現地の民族発声を用いる少女合唱団の演奏会を聞いた。作曲家は、 コンサートの前に行われた発声練習も聞いており、一番興味を惹かれたと書いている。これを機に、西洋の声楽作品とは異なる声を求められる、合唱のためのコンポジションに取り組むための作品を書くことを考え、1983年から1999年にかけて8曲を作曲した。一曲目と二曲目は、マミヤ式日本合唱協会によって、 三曲目と四曲目は、同じく、マミヤ式で、横浜女性合唱団によって初演された。五曲目から八曲目までは、音楽の友者企画による、CD、21世紀の合唱名曲戦のために、同社から、移植出版されたものである。桑原太鼓とマルベリー・クアイヤによって録音された。2015年12月に2曲を新たに作曲し、全10曲となった。 生命、日本の伝統音楽のほか、アイヌ、スカンディナビアのサーミ族、ハンガリー、中央アフリカに伝わる、民族音楽が作曲の素材として採用されている。エチュード6フリュフーリューには、タンバリン、エチュード7リズムショーがリズムエチュード、ショーカには、太鼓のパートがある。楽譜に次のように示されている。以下も同じ。ファルセット。喜び勇む、漢字。 叫ぶ、一席切って走るように。途中で、テノールソロが、北まだまだまだ TR、trtrtr、と歌うシーンがあるが、全く同じシチュエーションが第1番第4楽章にも見られる。例えば、男性によって歌われる、ニョゼ・ニョイは、冒頭楽章の、ニョゼ・ニョイに対応し、同じ練習番号にある、ソプラノソロの勘高い悲鳴は、第3楽章の最後に見られる。 用意できないときには、鈴の使用を認めている。楽譜、CD の解説以外で参考にしたのは次の通りである。ありがとうございます。